ヨタクワクボメディアアーティスト三番町東京。コンピューターでモデルを削る機械です。コンピューターでデザインして、それでこのミリングマシンをコンピューターで削って形を作る。これすごい古い作品で、ビットマンっていう作品です。で、こいつは重力のセンサーがついてて、こうやって動かすと、こういうふうに地面に足をつくっていう作品、おもちゃで、これは勢いよく振ると踊り出すんです。振ってる間にこいつが見れないっていうのがちょっとお困りもんなんですけど、これはデューパールーパーっていうおもちゃで、テーブルに置いて、叩いたリズムを真似してくれる。ずっとやってみる。止めたいときはこれをやっとデリートできる。これもちゃんとドラムマシーンです。ここで音を変えて、これで、ここでレコードをします。これはまだ売ってません。やっぱり人よりも知ってるのは秋葉原なんですよね。秋葉原の電子街パートなんですけど、なんかやっぱりちょっと変なとこなんで連れて行きますね、必ず。秋月電子っていう店があって、そこはオリジナルのキットを作ったりとか、いろんな部品のアウトレットものをすごい安く売ってたりとかするんで、何でも揃うとは言えないんだけれども、ものすごくコアなものを作ってるところで、よく作品の一部にそういうキットを使ったりとかしてます。あれ